ぱ名古屋の桜綺麗ですね、はい、名古屋市昭和区の鶴間公園。この週末およそ750本のソメイヨシノが満開を迎えました。綺麗ですね。桜どうですか。素敵。おととい土曜日は天候にも恵まれ、花見を楽しむ大勢の人の姿が見られました。朝5時ぐらいに場所取りで、ここしか空いてなかったですけど、その時は、はい、今年はすでにおよそ42万人が訪れたという鶴間公園の桜祭り。例年より桜の開花が遅れたことから、今月14日まで延長して開催される予定です。一方こちらはおよそ400年の歴史を持ち、ユネスコの無形文化遺産に登録されている犬山祭り。高さおよそ8メートルの豪華絢爛な山が風情ある城下町を練り歩くことで知られます。今年は山と見頃を迎えた桜との共演となり、昨日は多くの人でにぎわいました。衣装もいいですし、雰囲気もいいです。桜の時期がちょうど重なったので、山と桜がとっても綺麗だなと。ジャストミートですよ今年は、うん、近年まれに見るね、いいお祭りに条件として揃いましたね。まあ、去年はね、まだね、全体雰囲気として後遺症残ってました。まあ、今日はね、完全に峠越したという感じですね、うん。コロナ禍が落ち着いたこともあり、会場には外国人の姿もちらほら。But these towers are very beautiful. The ornaments and I like the energy from the people. And just the environment is very nice. With the sakuras, you know, the cherry blossoms surrounding the small streets. Very nice. Yeah, it's beautiful. Especially now because the cherry blossom. Yeah, we love it. I came originally to view the castle, but by accident there's a festival going on today, so I didn't know about it. So I've been lucky, very lucky. Beautiful, lot of people walking around, nice atmosphere. 総勢13両の山が広場に勢ぞろいした後は、笛や太鼓に合わせてカラクリ人形が披露されました。精密なカラクリが決まると、会場からは歓声と拍手が沸き起こり、訪れた人は満開の桜と華やかな祭りを堪能していました。